追試の術後どのくらいの期間痛いの？どうもです、テゲポン TV です。テゲ科専門医による医療相談を行っています。それでは本日の質問をどうぞ。マレットフィンガーです。剥離骨折をして昨日手術してとても痛いんですが、どのくらいの期間痛みと戦わなくてはいけないのですか？個人差もありますが、マレットフィンガーに対するピンニングならば、数日もすればじっとしていれば痛くない程度にはなると思います。追試に対して経皮ピンニングを行ったケースでは、手術翌日には痛み止めを服用すれば動かさなければ痛みがない程度になっているケースが多いです。痛みがひどければ痛み止めの飲み薬を少し頻回服用すれば、数日以内には痛みは軽減されると思います。あまり痛みが続くようであれば主治医の診察を受けられるといいでしょう。